本市は4月28日から5月11日までの間、まん延防止等重点措置における措置区域として埼玉県から指定を受けました。このまん延防止等重点措置では、県境をまたぐ移動の自粛、日中も含めた不要不急の外出移動の自粛、混雑している場所や時間を避けて行動すること、飲食店、遊興施設等における午前5時から午後8時までの営業時間の短縮、飲食店における終日酒類の提供自粛、事業者の皆様にはテレワークの徹底や時差出勤やローテーション勤務等の徹底などに対する協力の要請がされています。これから大型連休を迎えますが、感染の再拡大を何としても防ぐため、市民の皆様や事業者の皆様にはまん延防止等重点措置の取り組みにご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。また現在、市では5月下旬から始まる新型コロナウイルスワクチンの接種に向けた準備を進めており、75歳以上の方から順次実施してまいります。本市の新型コロナウイルスの感染者数は3月21日の緊急事態宣言解除後、増加に転じています。また全国的には変異株が急速に拡大しており、油断を許さない状況です。感染者の蔓延を防止するとともに、医療への負担の軽減、さらには社会経済の安定につなげるためにも、皆様にはぜひワクチンの接種をしていただきますようお願いいたします。